今回はようこそ実力至上主義の教室へ第7話に対するネットの反応、感想を紹介します。ではご覧ください。とうとう出たね。やはり退学にするのは山内か。朝比奈先輩も可愛いよ。限界長の女と思いきや一ノ瀬思いじゃないか。山内くん指名が残党すぎて来週への引きとして弱すぎない？でしょうね、としか。山内だと思ったわ。堀北さんも綾小路の手のひらの上だったな。エッチの瀬さん不憫かわよ。そしてキョロ伊沢さんは相変わらず。一ノ瀬がどんどんメスになっていく会長の女になるのを受け入れるのはえん？相変わらず軽井沢さんちょろい。一ノ瀬さんの綾小路の評価も高すぎだな。なんだかんだで串田は綾小路に脈ありすぎるな。普通夜遅く呼び出されないぞ。ましてや酒屋なぎバレに驚いてたがバレるべくして口滑らせて協力してるじゃん。今期はフェチズーム多いな。こんなことしても小説なし円盤は売れんのにな。堀北ちゃんのニーソモモ膝裏。ニーソマンバで操る綾小路やべえ。そういや一番可愛い酒屋なぎちゃん今回は邪魔しないとか言ってなかった？まあむしろ山内くん退学の道筋をつけるアシストをしたとも言えるが、堀北のニーソに全力集中。ナグも一ノ瀬に付き合う代わりに500万譲渡じゃなく貸すだけなんかよ。せこい野郎だぜ。鬼頭ちゃんは堀北で妹属性のブラコン役を演じたから、禰豆子役のオファーが来たんだな。堀北のおかげだな。酒屋なぎって軽井沢が綾小路とつるんでるの知ってるの？バレンタインの時に橋本が見てるから知ってるよ。B クラスが誰も退学させられないで困ってること考えれば、無能な自分を自覚して自らにヘイトを集めて、去る選択ができる山内ってそれなりに有能なんだな。自分にヘイトを集めた退学者として選ばせる。山内レクイレム始まったな。真実はいつも一つ、酒屋なぎに踊らされたな。山内くんはもう少し紳士的な男子になってやり直した方が良いよ。あえて酒屋なぎの戦略乗ったな山内。こういうバカでどうしようもないクズほど、作品に良いアクセントを加えてたのにいなくなると悲しくなっちゃうな。今日の朝比奈先輩めっちゃ可愛いな。てかこんなにでかかったっけ？スタッフに朝比奈好きがいるな。誰も切ることができない堀北のためにあえて坂柳の命令に従ってヘイトを稼ぐ山内すげー。綾小路も人を人と見ないクズだけど、山内はそれを大っぴらにやるから立ち悪いな。しかも成績も足引っ張るレベルで終わってるとか、こいつほんと雑魚キャラとしては満点すぎる。こっから山内残ったら嫌だな。どうにかして山内を退学させてくれ。山内の次は串田かな。逆にここからどういうミラクルが起きたら退学にならないかが不思議なレベルでヤバいだろこいつ。残ったらこのクラス終わりだわ。堀北を成長させたな山内。酒屋なぎ成分が足りない。そんなひどい。山内は綾小路に言われて堀北に泥をかけただけなのに。勇気を注入された堀北は覚醒したか。これくらいのことは酒屋なぎも計算済みだな。ブラックルーム出身の山内がこのままで終わるはずが、山ちゃん負けへんでー。言うてあの学校には可能性のある生徒しかいない。山内も自分の武器に早く気づけていればな。うわ、綾小路と酒屋凪の代理戦争なんか。でもなんか停戦云々言ってたような。あと酒屋凪が三内を駒にしてたのは今回の件で吊るし上げるためなんか。原作未読だから頭こんがらがる。面白いな。夢中になってみたわ。酒屋なぎは山内を使って綾小路を退学させようとしていたのか。というか鈴音が名指しで山内と言ってもみんなが賛成するとは限らないだろう。どうなるのか。巨乳派の山内が貧乳の酒屋なぎになぜか好意を寄せてるように見えるのは伏線。酒屋なぎが山内を駒にしたのってこの試験が発表される前と後どっちだっけ。でもどうなんだ。アリスは前綾小路に次の試験での勝負を持ちかけて綾小路が負けたら黒幕だとバラすと言って、でも今回の試験は無効にして次に持ち越しにすると言っていたよな。
それなのに結局綾小路退学させようとするの。次の話見れば全部納得できるから楽しみにしてね。原作でも人気な話だから。堀北が退学するべき生徒を名指しするってまさか綾小路かと思った。一ノ瀬が可愛すぎる。3期になってから作が崩れないし頑張ってるな。山内みたいなのがバイトテロとかやるんだろうな。てか山内よくこの学校入れたな。バカを演じてるからそりゃね。今年の1年生は優秀で脱落者例人でした。なのでクラスから一人間引いてもらいます。で、学園の方針が一番狂っとるがな。ここの卒業生って本当に社会で役に立つの？山内指名は単純に切るならこいつしかいないという消去法なのか、皆の賛同が得られるようなネタに実はたどり着いていたか。でも串田が動いたとはいえ多くの生徒にとっては綾小路も切ってもいいラインだったってことだろうし、覆らずに山内生存ルートはそれはそれで面白いか。何この茶番。山内みたいなモブ切って終わりかよ。一期から串田引っ張ってきたの何だったの？串田ちゃん残っちゃうの？見た目人気キャラだから残しちゃうの？メタ的要素で生き残るの？この学校の退学システムに真面目に突っ込むな。主人公と父親絡みでなくても突っ込みどころありすぎるんで。一ノ瀬1600万近くポイント持っていたのか。堀北がメインヒロインじゃん。誰だよモブとか言ってたの。串田さんの悪い顔良いよね。ブラック串田が足りない。堀北が本気出してきたな。ヒロインの自覚持ったね。綾小路は兄様に何を頼んだの？堀北も殻を破ったか。ヒロイン争いで一ノ瀬と軽井沢に並んだな。綾小路のさあ動けっていうのはちょっと笑ってしまった。シュールすぎるだろあのシーン。山内がここから一発逆転する方法あるのか？あれだけ山内が暴れておいて綾小路退学にしようぜってまとまるクラスメイトの半分がゴミすぎる。こんなクラス A にあげたらあかんやろ。実際に動いたのは串田だし、山内が黒幕だって知ってるのは串田だけ。つまり山内は知らぬ存ぜぬを貫いて串田に全振りすればワンチャン。アニメの朝比奈先輩可愛すぎない？どうせ堀北の行動は毎回ブラフに使われてるから山内退学しないだろこれ。堀北の思惑通りになったことなんてかつてあったか？このまま山内退学なら今日ザメ。どんでん返しで串田退学がベスト。サプライズで茶柱先生退職ならこの作品採用か。山内は無人島で堀北に泥かぶせたからな。だから堀北は山内指名したんだぞ。堀北の演説を高円寺はどう評価したのだろうか。堀北さんついに覚悟を決めたのね。そして山内の退学はどうなるのか楽しみだね。それにしてもなんで山内に決めたのかその理由が早く知りたいな。綾小路と話しちゃったせいでただの交換条件とはいえ他の人と付き合っちゃって良いのかなって不安になる乙女な一ノ瀬が可愛い。朝比奈先輩と一ノ瀬可愛すぎて失神するかと思ったわ。平田くんがどんどん闇に落ちていって最高。綾小路との二人きりの壁ドンは最高にびっくりしたな。今回はようこそ実力至上主義の教室へ第7話に対するネットの反応感想を紹介しました。この動画が良いと思っていただけましたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。